実は Android は文字入力が選べます。まずは Google 日本語入力ソフトをタップ。携帯配列か PC キーボード配列が選択できます。予測変換のバラエティがとっても豊富。例えば数字単位12と入力すれば月日や時間が予測変換、入力した数字によく使う単位が出てきます。 PC キーボード配列の数字パネルなら時間や日付の入力もスムーズ。地名を入力するのも便利。都道府県を入力すればその場所にちなんだ氏名、区名が予測変換されます。こんな地名の漢字を知ることができたり、人名の検索をするときだって間違えやすい歴史上の人物がほらこの通り。年月日の入力ももっと便利に。今と入力すれば今の時間が、今日なら今日の日付が、なんと明後日なんかも変換できます。さらに英語が苦手な人にも日本語からの英語変換でサクサク入力。カタカナ英語のスペルが知りたい時も便利です。 Android の文字入力をもっと快適にもっと賢くしませんか？